番組はヒューマン株式会社神奈川クリニックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。160パウンドデビルマカーニー。リング上での動き、表情の一つ一つで観客、そして相手レスラーをも自分の世界に引きずり込んでしまうプロレス界の女帝デビル・マサガ。彼女は今年、女子プロレスラーでは未だ誰も足を踏み入れたことのない18年目のレスラー生活に突入した。デビルと同じ18年のキャリアを持つ男子レスラーには、新日本プロレスのヒロ斎藤、平田淳二、そしてリングスの前田明らがいる。昭和53年全日本女子プロレスで初マットを踏んだデビルではあるが、レスラーになろうとしたきっかけは他の選手とは大きく異なるものであった。履歴書を決心有効すぎて出したのに、なぜか合格通知が来てしまって、でオーディションを受けて全国大会にも行って、そしたら受かっちゃったんで、じゃあやろうかなと。多分私ぐらいのもんだと思うんですけど、こんないい加減なの。すでに全日本女子プロレスではビューティーペアという大スターを世に送り出していた。デビューが入門した当時の女子プロレス界とはどのような状況だったのだろう。ビューティーペアがトップで、で他に池下さんとか、マミクマノさんのブラックペアとか、ゴールデンペアとかシルバーペアとか、なんかいろんなタッグチームがたくさんあって、それで失礼ですけど、ビューティーペアがもう落ち目の頃っていうか、その頃です。ビューティーペア以後、女子プロレス界を支えたのがデビル・マサミ、ジャガー・横田、ミニ・萩原の3人である。特にデビルとジャガーはライバルとして熾烈な戦いを展開していった。周りがやっぱり見てて、ライバルがいるということはとても大切なことで、対抗馬がいない試合なんてやっぱりつまんないと思うんですよ。でお客さんのこう、なんていうかな、目も集まらないと思うし、感情を煽ることはできないし、で自分自身にとってもそういう対戦相手がいい好敵手であってくれるなら、なおのこと試合にもどんどん磨きがかかってくると思うし、精神的にも強くなれるものだと思ってるので、私はやっぱりジャガーさんがいてよかったなって思いますね。やがて全日本女子プロレスではフラッシュギャルズの全盛時代を迎えるようになる。その彼女たちの前に大きく立ちはだかったのが、ジャガー横田、デビル正美の2人であった。私とジャガーさんで、長代くんとアスカ、こうライバル関係で、それでまたどちらかというと私は長代派っていうか、でジャガーさんはアスカ派っていうような見られ方をしてて、そういう見られ方をするんであれば、また新たなこうライバル関係っていうか、私と長代対アスカ、ジャガーの対戦っていうか、心の中の対戦っていうか、そういうことでとてもこう追い詰められた時期もありましたけども、それを実践してみると、やっぱり武道館の試合はそれがあったからこそ自分たちは頑張れたかなっていう気もあるので、いろんな意味でライバル関係が交差していたのはとてもいいことだったなって思いますね。デビルもついに後輩たちの追撃を受けるようになった。昭和61年8月、 3WA 世界王座を大森ゆかりに奪われ、翌年12月、長代千草との一戦を最後に前女の25歳定年制に従いリングを去ることになる。で私自身はその辞める年の夏にカナダに行ったことがプロレスを続けるきっかけになったんですけど、引退というつもりは全然なかったし、私は海外に行ってプロレスを続けたいという意思があったので、あんまりこう悲観的には考えていなかったっていうか、ただ普通の人が学校卒業するときに卒業式とかで泣きますよね。多分あんな感じで、全然さよならみたいな、そんな感じでしたね。約10年間を過ごした全日本女子プロレスを卒業したデビルは、昭和63年5月、戦いの場を新団体ジャパン女子プロレスへと移していった。
85キロぐらいまで太って、こりゃいかんなと思ってた時にちょうど話があって、でまあ試合の程度は分かっていたので、これ言っても今関西とかも怒んないんですけど、当たり前やとか言って分かってたので、こんな私でも多分楽にやれるだろうっていうか、そのほとんどもう海外遠征に行くための準備期間、体慣らし程度にしか考えていなかったんで、なぜかハマってしまいました。そしたらここでデビルは現 LLPW の神取忍と遭遇、両者とも大流血となった末、レフリーストップでの痛み分けに終わった。カンちゃんと初めて大きい試合だったので、カンちゃん復帰して私とシングルやって、すごい流血戦やった試合と、まあその時も結局長与くん神取戦っていうのが噂されてて、その前に私とカンちゃんがやっちゃったんで、長与くんとやれなくなったという結構いわくつきの試合で、長与くんには恨まれたんですけどね、一時。しかし平成4年1月にジャパン女子プロレスが解散、デビルは2度目の引退を経験することとなる。ジャパンが潰れることはもう分かってたっていうか、だから簿記の通信教育やってもそれも終えていたので、まあ経理の学校行って普通の人になればいいやって思ってたの、結構サバサバ私だけヘラヘラ笑ってたんですけどね。皆さんにもう一人ご紹介していただきます。デビルの選手です。まだ自分は体は動くと思っていたし、怪我もしてなかったので、まあ全てを伝え切ったというわけではないじゃないですか。勝手にジャパンが会社が潰れちゃったというだけで、だからまだちゃんと試合もできる、あと伝えることもたくさん残ってる、それだったら私にできることがあればやってもいいんじゃないかって、まあ経理とかのことは40になっても50になってもできることだし、でもプロレスは今しかできないし、それだったら逆にまあ、1週間ぐらい時間をいただいたんですけど、まあ私でお役に立てるんだったら私の方からよろしくお願いしますって言って、今現在に至る。デビルは JWP のリングで自分がプロレスラーであり続けることを選択した。そしてついにデビルの前にはデビュー15年目の扉が開こうとしていた。デビュー15周年という金字塔を打ち立てたデビルのもとには、ジャガー横田、ミミ萩原らかつてのライバルたちが多数祝福に訪れた。だが本人は意外にもこう語る。口で15周年っていうと簡単なんですけど、やってみると結構やっぱり簡単でしたね。だから誰でもできたはずなんだけれども、たまたま例えば、全場を辞めたらプロレスをやる場所がなかったわけですから、で私の時にはジャパンという場所があったというだけで、なんか全然無理してないし、怪我もしなかったしみたいな、なんかだからいつも何かあってもプロレスの方からいらっしゃいみたいにドア開いてるんですよ。で自然にまっすぐ歩いていくともうドアが開いてるし、自動ドア状態っていうかな、まあ、自然にそっち側に歩いていって、まあ12年13年って自動ドアを踏んでいるうちに15年のドアが開いちゃったみたいな、いつもそんな感じです私。デビルの後を受け継ぐようにして女子プロレスの頂点に立ったブル中野との新旧女帝対決、敗れはしたものの試合は30分以上にも及ぶ激闘となり、デビルはその壁の厚さをまざまざと見せつけた。マ
クを手にしたデビルは、自分のことをずっと追いかけてきた後輩の元女子プロレスラーにリングに上がるよう呼びかけた。あのクラッシュギャルズの長代千草だった。長代は現役時代、最後までデビルを超えることができなかった。その思いを胸に秘め、JWP のマットで本格的に復帰を果たした長代だったが、そこでは厳しい現実が待ち構えていた。あなたに負けるのは悔しいです。自分はあなたを通してからプロレスをやめようと思います。あなたを通してからプロレスをやめようと思います。また上がりますよ。ダメだって言われても上がります。長代くんに負けてないっていうこと全然気づいてなくて、長代くんに言われて、え、嘘みたいなところがあったんですけど、でも例えば長代くんが頑張れる、私に勝つことを目標として長代くんが頑張れるんだったら、私はいくらでも壁になって立ちはだ、はだかってみせるし、逆に私とそうやって関わってることで他の選手たちとまた違う関わりができるということがあると思うので、その点ではあの言葉を聞いた時にはやっぱり嬉しかった。長代にとってデビルは15年間追い続けてきた特別な存在である。両者 KO に終わった武道館決戦から10年、長代は念願だったデビルとのシングル対決をようやく実現させた。そして人こそ本当のプロレスの申し子なんじゃないかなと思うの。あの人はいつも2番手ぐらいとかさなってるけどさ、自分の中じゃさ一番のカリスマ性を持った人なんだよね。自分はさこうやって日の目当たってさトップです大将ですって言ってればいいかもしれないけどさ、いつもなんかこう一歩引いたところで要で治療されるでしょ。やっぱすげえよね。今日勝った負けたとかじゃなくてさ抜けないんだ。女帝デビルのもう一つの顔としてスーパーヒールという悪の側面がある。天神雅美、そしてデビル軍団を経て今再び新たなヒールとしてのキャラクターを開花させることになった。最初のきっかけは結局1日限り の, スーパーヒールマッチどうですかって言われたのを軽く受けたのがきっかけなんですよね。で、まあ、昔 の, ヒールの頃のデビルマサミでやってほしいんですけどって言われて軽く引き受けちゃったら、やっぱりこんなに何年も経ってるのに同じスタイルで出ちゃったら芸がないじゃないかみたいな。でパッと考えたらニューヨーク行った時にアンダーテイカーに出会ってとても久しぶりに惚れちゃったレスラーだったので、あの人の真似しようって、一日だけだからいいやみたいな。でなぜかそれをやると自分でもすごく面白くていつものデビルマサミとは違って、デビルマサミがようならスーパーヒールデビルは本当に陰の世界っていうか、全てを押し殺した、自分を押し殺した自分との戦いの試合、それが逆に難しくて面白くなってしまったっていうか。そんなデビルではあるが、一旦リングを離れると
こういった女性らしい一面を持っている。結婚は、うん、そうだな、なんて言うんだろう、一生のうちに一回はしたいけど、あ、したいけどじゃない、一回はしときたいなとは思いますけどでもまあそれは例えばね、大げさな話、60になっても70になってもできないことではないかな私ダメなんですよ、なんか一生懸命になっちゃうとほっぽらかしちゃうんでこんなわがままな女でよかったらそれでもいいという人が現れない限り無理でしょうね。で、私自身もいっぱいこう出会いがあっても最初からそういう感覚で見てないので多分本当にこんなロマンスのない選手はいないと思いますよ、この年になって。お恥ずかしながら。まもなくデビルには18回目のアニバーサリーが訪れようとしている。これからもプロレス界の女帝は大きな壁として存在し続けることだろう。デビルにとってこれほどまでに長い間付き合ってきたプロレスとは。私にとっては天職だと思いますね。これだけ大きな怪我をしないで今までやってこれたっていうのは本当に奇跡に近いと思うんですよ。いつも楽な試合をやってきたわけではないから、で私手を抜いた覚えが一度もないので、その点では神様が与えてくれたこの体とこの性格とが本当にプロレスに一致してしまったなっていう気がしてるので、まあそれに感謝するとともに、やればやるほどプロレスって難しいなっていうか、で自分で目標とするものがやっぱり個人個人いろいろ差があるとは思うんですけど、私としては、まあ、デビル雅美の時は観客とデビル雅美とあと対戦相手のトライアングルを大切にしていきたいなっていうか、それがどっちかが大きすぎてもいけないっていうか、本当に正三角形でいたいなっていうか、で終わった時にそれが角が丸くなって丸になって、みんなあいい試合だったなって言ってもらえるような試合をすることがいつの時も私の目標であり、いまだになかなかそこまで行く試合はこの17年間、丸々17年間の中にも数えるほどしかない、それくらい難しいのがプロレスだと思ってます。彼女は堂々としてね、もう本当にもうJWP でローナルシーンにドカーンと存在して、好き勝手に思い切りプロレスを楽しんでるんだよね。あのプロレスの試合そのものを楽しんでやるという雰囲気がもう30歳を超えて、本日デビル雅美が女子プロ界の要するに女帝みたいにして存在している、本当になんていうかさ、ユニークな人なんだよね。そうでもみんなが全て、例えば25歳から30歳ぐらいになってああいうデビル雅美の存在になれるかといったら、これはなれないんですよ。キューティーする気がじゃあなれるか、尾崎真由美、福岡ひかり、ね、そういう人たち、あるいは井上貴子という人たちが30を超えてデブリンのサミットのような存在感、リアリティを出せる方、これは出せないんだよね。と出したのは彼女を除けばブルーの中のだけなんですよ。その辺で言うと、まあデブリンのサミットというのはすごい人だなと、僕は女子プロ界のジャイアントボアと僕はできますよ。今週の週刊プロレスの売りはですね、先週ですか、第二の前田アンドレ戦と、言われました、噂されました、田村オブライト戦をですね、田村選手本人に検証していただいたインタビューを、7ページこの中で田村選手がその試合についての謎をですね、語ってますんで、ちょっとこれ赤い入ってますけど、ね、UWF の3文字に、取り憑かれている方はぜひじっくりと、読んでいただきたいと思います。もう一つの売りがですね、新生 FMW の博多大会、これが大ブレイクしまして、新生になってから最高に盛り上がったのではないかと、評判の大会だったんですけども、これが新生になって初めて、関東カラーを飾りましたので、
はやぶさの、かっこいい姿を、じっくりと、満喫してください。毎週一つの技にスポットを当て医学的に検証していくこのコーナー、今週はじゃん、ジャイアントスイングです。先生、今週もよろしくお願いします。こんばんは、ドクター伊沢です。先生、この技は目を回す技ですよね。はい、まあ、一応そうなんですけど、実はこの技非常にね、奥が深いんですね、医学的にはね。あ、そうですか。単純に言っちゃいますとね、首を絞めてるのと同じような状態ですね。血は行くけど戻ってこないんで、ね、頭がうっ血しちゃうんですね。はい、この技でフォールを取った選手はいるんですか？そうですね、ちょっと女子プロレスになっちゃうんですけどね、その昔ライオネス・アスカはですね、はい、山崎樹はですね、これ24回ってして24回も、それでピンフォールを奪ってますね。それで一躍この技がこう有名になったという。そうだったんですか。このコーナーでは誰のどの技を検証してほしいかを募集しています。こちらの宛先までお送りください。ではまた来週。スーパーファイヤープロレスリングクイーンズスペシャルゲーム大会第2回戦は堀田選手と下田選手です。それではよろしくお願いします。お願いします。いやー、信じらんない。やっぱりレベル決められてるんで、私弱いもんね。私そっくりですよね、半端じゃない。もうそっくり。よし、なんでこれ締め方じゃないですよね。あ、負ける。というわけで2回戦は堀田選手が勝って決勝進出になりました。おめでとうございます。 JWP の今後の主な日程は、関西対尾崎のドレスアップワイルドファイト、キャンディー対野内のジュニアタイトルマッチが行われる7月9日後楽園ホール大会、そして12月9日には JWP 今年最後のビッグマッチ、サンダークイーン横浜ギャラクティックバトルが横浜文化体育館にて開催されます。さらにオデッセイから発売のバーリトゥードジャパンオープン95を5名様、6月30日発売のスーパーファミコンソフトスーパーファイヤープロレスリングクイーンズスペシャルを10名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。次週のテイキングバンプは世紀末の極悪人ミスターポーゴ選手の特集をお送りします。お楽しみに。この番組はヒューマン株式会社神奈川クリニックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。